あ、仕事か。まあまあ仕事か。4時半ぐらいまで仕事で。まあじゃあダメだ。いや、子供がいい、孫、子供がいいんだからやって一緒に。こいつらコソ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 やってんだ、ママと。あるとこだらないのね。この人は来ねえんだ、カロギさ。マシンだよ、マシン、ゲーム、ゲーム。この人の母ちゃんが来るんだよ、しょっちゅう。だから上手。この人は一人で留守番してるんだよ。上手だけど、もう一人なあ、来ねえんだ。みや、お前自分で入れろ。もうワンマンションで。歌うただなのだから今日。チャンスだぞ。昨日も歌ったんだ。おう、そう、歌はね、恥ずかしいとか関係ないの。そうやって歌って上手くなればいいんだから。下手でもいいの。だんだん上手くなるんだから。で、みんな褒められたらね、上手くなるの。世界に音痴ってないの。ないの。自分で歌った、そう。宇田は、自分のさっちゃん先生が音痴の歌ではないからね。で、和野先生が音楽も教えた。ああいう人はね、語り部で歌ったらまたいいんだよ。あの人から教えた時の音痴だってな。ほら、それ心配してんだよ。音楽、小学生だからみんな科目上手だよね。あの人から音楽聞いたらみんな音痴だよ。そんで、ちかちゃん、今度言っとけよ。あんたが伊藤先生のお母さん運転してって言ったから、そういう時、森さんを頼みなさいって、ただでもやってくれる人だからって、さっちゃんに、伊藤先生に、俺から言うとあれだから。さっちゃん先生は自分でできると思って言ってた。まあ、それは失礼だからな。俺から電話してくれよ。ちかちゃんに聞いたから、伊藤先生なんかったら、暇だから、ボランティアで、僕も落ちちゃったら、さっちゃんいねえから。Thank you.